フリーエージェントで獲得した大野翔太選手への期待を聞いた。いやもうこれはもう皆さんが思った通り、経験とね、それいろんな場面場面でのゲームを作ってきたわけで、それは何十本ホームラン打てたかそこまでは期待はしませんし、今うちが一番必要としているところをどれだけ引き出してくれるのか、キャッチャーを3人制にしなくても済むんであれば、2人でも、でももちろんちゃんと大野ができるんであればね、メインにそれができるんであれば、もう1人のキャッチャー2人で、今日はお前が全部任せられる、もうそのぐらいの経験してる1年間やらせましたから、そういうのがいてもいいのかなと思う。続いてゲレーロに代わる新戦力の外国人野手の特徴と期待を聞いた。アルモンテはね、スイッチヒッター、まあ、私が見てる試合の中で日本3本ぐらいはホームラン打ったり、外野も守ちゃんと守れるし、肩も守備も足も見た目以上に速い。ただそのスイッチヒッターっていうものにものすごく俺は惹かれてるところがあったし、その練習態度とかっていうのを見てもずっと見た目悪いんだけど、日本でやりたいっていうのを前から言ってるっていうのはもうずっと聞いてたんでね。もやって2メートルでかいよね、はい、うん、これも練習とか練習真面目なんですし、日本でもやってみたいっていうのは昔から言ってたんだけど、これは確かにそれは素晴らしい長距離ヒッターですけど、まあもちろんまだまだ若いしね。これは平田大島っていうのがちゃんとしてくれれば、それゆっくり日本で育ててもいいなというものもあるぐらいに考えてるけども、2人とも使えるんだらば2人とも使いたいし。新戦力を踏まえた野手の布陣はどう考えているのか。そこですね、そこですね、いっぱいいますね、名前。セカンドなんですよ、今年は。どう考えてますか、高橋のセカンド起用。高橋は当然、サードで福田と争いがあって、福田がずっと出れる状態だったら、それが一番いいでしょうけど、周平が勝ってくれるんだと、それもいいでしょうし、ファーストに持ってってもいいだろうし、代打残しておくこともできるようになれば、それに越したことはありません。ただ、セカンドで守って、打つことで勝負ができるんだったら、周平ってこともあるんじゃないですかということで練習はしてるんだと思いますけど。福田への期待はいかがでしょう。いや去年あれだけのことをしてくれたんで、もう一度個人の頭から持続してくれれば、去年は途中からになりましたけどね、そういうものいいものを出してくれてるんで、それがあればそれに越したことはないと思います。ショートは京田どの上と並べましたが、どうお考えですか。いやどの上に関してはもう本当にどこもできるスペアとして必要な人間なんで、今年も京田を使うつもりでいます。でも何があるかわからないんで、どの上には自分もう一つこつレベルアップ、サードもセカンドもファーストもどこでもできる、そういうものにこれはあと何年でもできるだけのものはあると思うし、必要、今のうちには必要な選手です。さあレフトです。まあ基本的には外国人で行くのが理想です。外国人、はい、そしてスイッチに魅力ありという意味では、アルモンテが一つ頭抜けてるかもしれない、現状では。そうですね、まあ、だからもう初めから平田のが状態が1シーズンずっとできるかどうか、これもまあクエスチョンなところもあるし、ダメな時でもその外国人がもし使えるんであれば、外国人を両サイドってことも考える。この外野は実はキーマンは平田選手で、彼の状態次第。もちろんそうなんです、まあ、無理はさせたくないっていうのもあるだろうし、はい、結局最終的に大島が故障してしまって困ったわけじゃないですか、はい、もし何かあったとしてもそのものをスペアとしたらそれがあってもいいのかなっていうんで、外野手を2人。そして今年のバッティングオーダーはどう考えているのか。いや僕これは1、2番はありだと思います。大島1、京田にはあり。あり、はい、京田が1番の大島の2番はない。あ、京田1、大島にはない、はい、はい、と思う、はい、京田1番の大島の3番はあり。そうなった場合の2を誰が打つんですか、うん、そうその時にまあ、いろんなよそのチームもやってるように、はい、打つ人を入れていく可能性もないこともないんじゃないかなっていうのはあるんですけどね。例えば外国人、こういうことか。彼はスイッチ、はい、右左のピッチャーでもある程度これはジグザグになると。はあ、これは勝手に思ってるだけのことだよね、まあ、これからバッティングするといろいろあるんで、それはあれですけどね。まあ、やっぱ1年間やってみた弱いチームがって分かったのはもう当然なんですけども、ただそのくらいコテンパンにやられたってわけじゃなくて、ここを直せば、ここをちょっと変えればっていうものはあるんでね、私の今までの
その経験と見た目で、去年があれだけ悪かったら今年はこうなるでしょうっていうことは多少いい方には考えてます。